じゃあ稽古、やっぱり自分のお父さんが、はい、まあ、大先生なんで、はい、やっぱり若い時から稽古やってたんですか？小さい頃、5歳の頃から、まあ、一応一緒に道着を着て、まあ、遊んでもらってました。遊びですね。受け身を取ったり、そうですね、受け身だったり構えだったり、あ、まあ、一文字の構えだったり、やっぱりでもね、はい、やっぱりお父さんがね大先生だと、はい、たまに辛い時あったんですかね。いやでもそこまで、あ、そう、やっぱりあの私に、うん、前回やらなくていいって言ってたんで、あ、じゃあこう無事かやれっていうお父さんじゃなかったんです、うん、全く。だから結構増えぜ。お、来た。おにぎり、カメラブブもう今父さんになりましたね、はい、向こう息子いますね。だから僕も彼をさせたいと思わないで、あのこう遊びたいんだよね、うん、もしやりたいんだったら遊びの中でこう覚えてもらいたいなと思ったんですよ。一緒に遊びたくなります。そう、遊びたくなっちゃうよ。そうですね。やっぱこういう武人館の人が来ると必ず来ますね、うん、そうですか。でもこう道着怖がらない、黒い道着を着た集団って怖いかもしれない、うん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 、でも武人館の人の子供って道着を、この黒い道着を着てる人たち怖がらないって言いますよね。ねえ、ね、こんな感じです ね、 ね。じゃあまずは遊びでやってて、で、はい、やんなくていいってね、関節で言ったけど、いいですね、はい、でもやってますね、はい、やっぱりやりたいと思ったんですか？一度、まあ、親の元離れて、うん、まあ、東京で自分で生活してて、うん、でまあ、ちょっとそれから帰るっていう時があって、うんうんうん、その時に、まあ、初見先生に会いたい、武人館を始める予定がなかったんですけど、あ、そう、うん、初見先生に会わせてくれっていう話をして、で、まあ、初見先生のところに、うん、行ったんですけど、あ、そう、山形に帰る前に初めてですね、はい、まだ東京にいる時に一度会ってみたいと、あ、そう、はい、いうことで始めたんですよ。え、じゃあ何がきっかけで、はい、なんで初めて先生会って、じゃあやりますかな、何かあったんですか、そういう、まあ、菅先生がちょっと体調を崩しちゃった、ちょっとあまりいい状態じゃなかった、うん、で、まあ、ものすごく落ち込んじゃってて、まあ、ちょっと元気だった頃思い出してほしくて、で、その時にちょうど、まあ、いろんな事件があって、通り魔とか物騒な事件があったから、菅先生に遊んでもらおうと思って、なんか教えてと、で、あの、髪丸めて、ナイフだからと言って、菅先生に殴りかかったんですよ。そしたら、まあ、気がついたら、ここに地面があって、自分の顔が殴りかかったんですよ、ここに地面があって、なんだと思って、もう一回やらせてって思いっきりついたんですよ。ここに地面があって、完全に固定された状態で、ちゃんと見ろって言われるんですけど、でもこうなってるから何も見えないんですよ。でも見ようもないよね。それで、まあ、ちょっといろいろ、まあ、改めて興味があって、やっぱりそういう事件があって、やっぱり自分を見守るための、うん、なんか やりたいと思ったんです、うん、まあ、いろんな要素あったんですけど、まあ、どちらかというと菅先生に元気になってもらえば、結果的に自分がなんかこう、あの、自分の生活が平和になるなと。いや、いい息子ですよね。そんなもの、それで、まあ、始めて、でも初見先生に会いに行ったら、うん、じゃあどこどこの道場行けと、あ、うん、先生言ってたんですか？あの、知り合いの方から紹介をいただいて、あ、そうか、気がついたら始めてた。あ、そう、はい、あ、じゃあ東京の方で自分の、まあ、武人館の旅が始まったんですか？はい、あの、一度、まあ、ずっとブランクがあって、はい、あ、で、また東京でリスタートして、また一から。その時誰と練習したんですか？その時は、あの、手塚先生。あ、手塚先生のところ、はい、手塚先生のところで。あ、そうなんですか。また基礎から。そうですか、はい、面白いね。そうなんですよ。だからやっぱりそれぞれね、みんな考え方が違うから、あ、やり方も違うし、あの、初見先生と会談した時は、はい、面会した時どんな感じです、はい、でした？なんかもう緊張しましたよね。もういつでも吐けるんじゃないかなって思うんですけれども、本当にフランクで初見先生は、うん、
かすごく優しい、うん、でもやっぱりちょっとこう見られると、うん、まあ、自分の中まで見られてるなっていう何か不思議な感じはありました。初見先生の稽古はいくつか何回かこう受けたことあるんですよね、はい、あの本部で何回か、ね、先生の稽古って面白かったんですか。初見先生の稽古面白かったっていうよりは不思議ですよね体じゃなくて頭が疲れる、うん、何があったんだろうっていうのをずっと考えて、うん、もう帰りの電車でもずっと考えて全然分からなくてその繰り返しですね。そうですよね、全く、うん、もう僕もそう思います。本当に不思議な先生のクラシックと頭がもう痛くなっちゃう、こうやって あれみたいな、何があったんだみたいに、どうやってやったんだみたいに、うん、ずっと思っちゃうね。週3回くらい渋先生の稽古行ってたんですけど、うん、でもこっちの方がやっぱ疲れちゃうんだね。わかります。彼らは全然いいんだけど、ああみたいに、ね、ありますね。なんかこうもやもやする。そうそうそう、3回はちょっと多いんだね。まだ消化できないんだね。火曜日行って、で水木で消化して、うん、はい、金曜日行くとまたフラッシュだけど、また日曜日行くとね、うん、まだ頭はまだ、うん、まだまだクリアじゃないんだ、うん、週2回ぐらいがちょうど良かった僕消化できてまた先生と会えて、うん、消化できてまた会えて、そういうのを、うん、だから頭が痛いのはよくわかります。僕も全く同じでした、うん。じゃあそれ本当に面白い話ですよ。自分の お父さんがね、はい、すごい偉い武神館のトップの先生、手塚先生のところにまた始まって、はい、面白いな、ま、先生2つ先生いるって感じですかね。そうですよね、先生2人ですけれどもあ、そう2人ね、うん、ただね、やっぱり目指してるところが同じっていうのと、やっぱりそのアプローチの方法は違うけれども、結局同じ、気がついたらこう、うんうん、ね、山の上、結局、うんうん、気がついたら隣にいたっていうところ、あんまりこう問題がなかった、うん、例えばお父さんがダメだみたいなそういうのはなかったその辺はなかったんですよ。え、嘘、はい、嘘、はい、本当に、はい、やっぱ菅先生優しいよね。優しいっていうよりは弟子じゃないって言ってるんで、ああ、人は弟子じゃないとそうか、はい、そういうのも手ですねお父さんは厳しいよね、誰でもね、厳しいっていうのか、ずっとやっぱり最初に基礎からリスタートしたから、手塚先生のところでスタートして、だからお前の先生は手塚先生でいいと、その代わり俺は先輩だと、お前よりちょっと長くやってるから、お前の疑問だったら答えてやれると、だから先輩として、まあ友人として疑問あれば答えてやるよって言ってくれるから、ね、ラッキーですね。ラッキーですね、ラッキーですね。ただ初見先生っていうのがすごく不思議な存在だから、末端の僕らだと何をやってるか分かんないんですよ、稽古って。難しいよね。難しいですよね。だからいろんな先生、2人の先生が教えてくれる。例えば真似をしてもうまくできない、菅先生はよく見ろと、初見先生、うん、飛んでるぞとUFO だぞで、手塚先生は歩き方はこうだよ、飛び方はこうだよ、教えていただいて、というアプローチがあったから、まあ、少し恵まれたかなと。ラッキーですね。ラッキーでした。本当にラッキーですね。そうですね、初見先生見てても全然分かんないところもいっぱいありましたね一番最初に初見先生会った時に全然分からなかった、全く分からなかった、本当に、これ本当の話。海外でガンガンやっててもね、うん、ちょっと自信満々で日本に来て、先生のクラス行って、うん、あれ何これこれ、これ無時間ですか、これ何でもこのじじいすげえやみたいな本当にすごいよ、うん、いやもうびっくり、もう頭がバーンなって、もう全然分からなかった。でも すごすぎて、うん、本当にすごかった。うん、なんだろう、初見先生って予言しません、うん、はい、ああ、まあね、先生はね、いろんな不思議な、たまに超能力使ってるかなとか、超能力なんか、ね、思ったり、あんまり信じてないんですけれども、そうですね、なんかありますよね、うん、ありますね、何かありましたか、うん、やっぱり初見先生と少し話す機会があるから、どうやったら上手くなれるのかを聞こうと思って、うん、ずっと機会を伺ってたんですよ、うんうんうん、で、いけるかな、いけるかな、ちょっとずつ近づいていって、うん、で、初見先生にどうやったら上手くなれますかって聞こうと思ったら、うん、楽しいかって言ってくれて、楽しいですと、うん、だからそれでいいと、俺も下手くそなんだと、何も言ってないのに先に俺も下手くそだと、うちの武道楽しいだろ、それでいいからなって言われて、もう今日は何も聞くことありません。わかりますね、初見先生はよくね
そういうのありました。僕もね、ありましたもん。ありましたよ。同じように、はい、どうじて、まあ、今日はすみません これ絶対聞くわ、絶対これ聞くよって、うん、で同じように、ま、待っててチャンスを伺ってさ、うん、はい、で先生が俺とって「うん、ポールこれ勉強するいいんじゃ、これ面白いよ」って「はっ」って今俺聞こうと思ったことを「取る」っていうね、あ、これやるといいよ、あ、じゃあね、うん、みたいな、あれ突然言います、ね、あれ なんでそういうことを今、うん、俺聞きたいよ、分かります、せめて質問をさせてくれと何回もあったよ、先に言われますよね、先に、しかも突然何の前触れもなくて、うん、く違う話から突然飛んできますよね。もうなんだ、またまたってか思うよね。あります、あります、あったあった、もういっぱいいっぱいたくさんありました、同じように。あの目つぶし、うん、目つぶしって何で作るんですかってずっと聞こうと思ってたんですよでそのジライアの話になって、ジライアはガマに乗ってんだろう、まあ、カエルだよな、そういえば俺カエルの卵から目つぶし作ってよって言われて、えって、えカエルの卵ですか先生何も聞いてないのにびっくりしました。すごいですよ、びっくりですよね、すごいですね、びっくりするよね本当に、読まれてるのかな。ある日俺ね、あの、うん、針とかね、うん、とか勉強しようかなと思ったけど、接骨とか勉強しようかなと思いながらね、うん、もう俺絶対先生にこう聞こうかなと思ったけどね、はい、急に来て、まあ、あの春になってね、もうそんな勉強する人ないや、うん、ははって、なんだこれ、いや、ほんと衝撃ですよね、本当に不思議なことたくさんありました、ああいうふうにね、でも最後の方にはね、もう質問はもうなくなってたよね、なくなりますね、ただ聞いてようかな、うん、しかも先生が近くに来た瞬間に、もう質問も消えていくんだしね、なんか、あ、これ聞こうと思ってたのにね、先生が近くに来た時に、なんかバカバカしい質問やめようみたいな感じこういうのパッて飛んでくね、消えますよね、消えますね、そういう不思議なこう何かありましたね、不思議な空間できますね、空間はありますね、どんな食生活初めてしてたのかな、してるかな、もう早いですよね宗家より先に食べちゃいけない、宗家より後に食べ終わっちゃいけない、あー難しいねだって中谷先生はね、大会でね、あのなんかステーキでも食べて、一人だけ違うもんね、後で出てきてさで先生が行こうぜって、ね、まだ食ってないのに置いていかれちゃう、そう同じもの頼まなきゃとやっぱそうなんですね、そう、同じように出るようにで、しかも早く食べないとね、はい、合わせてそこを、でも先生早すぎて、うん、あのね、これまた面白いエピソードね、うん、まあ綾瀬よく言ってたんですよ、初見先生ね、はい、稽古にね、はい、綾瀬に向かって歩いてたんだって、はい、先生と会って、うん、で、はい、お先生がポール、じゃあコーヒーあの一杯一緒に飲もうぜって言われて、はい、じゃあ、お願いしますってね、一緒に行ってね、コーヒーショップ行って、で、コーヒー、ブラックコーヒーが出てきたね、熱そうだけど、まあ考えてなかった、まあ熱いコーヒーが出てきてね、で先生が、あ、こうずっと飲んで、で、あ、どうぞ飲んでくださいねって、あ、すいません、いただきますって、同じように先生がずっと飲んだから、あんま熱くないんじゃないかなと思って、こうやってさって、ぽーっ、かっ、かっ、もう超熱いよ。熱さ平気なんですか？もうなんか、やけどするような熱さ。で、先生がもうずっと寝て、俺、わ、先生これ、超熱いよって言ってね、へへ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 って飲んでるよ。こうやって、俺にもらいながら。飲んでるよ。超熱いよ。熱いの平気なんすか？騙されたと思って。熱々のコーヒー。いやもう熱々、熱々。ついていけないですね、食生活。ついていけない。ああいうのありましたか？何か。海外の人が来て、初見先生と話をして、お腹痛いと。ちょっとお腹痛いんだよって言ったら、いい、俺もうんこするからって言って。ああ、ねえ、ねえ。すぐ出てくるって言うから、じゃあ僕も急ぎますって。じゃあどっちか先出てくるか。そうそうそう。全力で戻ってきたら、もう初見先生いて、え、なんでいるんですかって言ったら、吹かなかった。そう。噛みながら。そう。先生はね、こういうエピソードを繰り返すんだよね。だからね、あの、すごいんだな。最後、紙で時間かかったって、じゃあ俺拭かないって言うね。だから紙一重だ。あ、紙一重ですね。そこはなんかね、分けるかもしれないし、その時間で分けるね。それで生き残ったんだね。そうかもしれない。いつも先生そういうふうに考えてるね。まあ、何でも早くなきゃっていう。あと、いつ食えるか分かんないから、もう、うん、こんな出てもこう全部食うよ。次いつ食えるか分かんないな、大会行く時とかね、何でも食うしね、好き嫌いなし、もう
何でも食べる。です。めっちゃ早い。早いし。もう飲み込むんだよね、蛇のように。とんかつでね。そうそうそう。で、また後で出していく。ちょっと出したい。でも、野菜と玄米。いただきましたね。70代ぐらいの先生がね、病院行ってね。で、血圧が高いって言われたんで。で、じゃあ俺もう、今週頑張ろうって。って言ってたね。で、次の週来て、あ、俺の血圧が下がったぞって。俺、1週間で下げたぞ。お医者さん驚いたよって。あ、何したのって。いや、俺、野菜ばっかり食ってた。野菜で落として。そうそうそう。1週間落としたんだ。普通の人できないんだ。俺はやったぞ。みたいな。言いましたね。面白い話もいいんですけどね。多いね。多いね。さっき、蓮見先生と、いろいろ食生活の話してたんですけど、なんかそういう別の意味で紹介できないとか菅先生に教わったっていうエピソードありましたっけ？普段やってる稽古を見て何やってるのか分かんないと話をしたら、分かろうとするなと、分かっちゃおしまいだと、分かんないからお前やってるんだろうとは言われて、で、まあ、とりあえずそれを自分の中で消化してしまったら、消化したら別のものになる、消化不要のまま吐き出せと、そんなことは言われてます。スカラさんどう思いますか？ああ、深いですよ、ね。これ深いよね。確かにそうですね。これ深いよね。ったらそうですね、別物になっちゃうっていう。もしね、自分が、まあ、まだ教える立場ではないけども、もし教える立場にあったら、そのまま吐き出すぐらいでいいんだと。消化するとまた別のものになっちゃう。ね、ダメになっちゃう可能性もあるよね。だから親鳥でいいんだと。鳥と一緒で、親鳥、あの鳥、鳥、一旦飲み込んで、まあ、蓮見先生も、あれは自分でね、ああ、そうか、蓮見先生が、こう、消化されてないものを、また食べ直せて、まあ、それを与えるぐらいでいいんだと。また面白い話ですね。確かにそうかもしれない。そういう技とか、消化しちゃうと、自分を通したものになって、相手に返すことになっちゃうけど、こうすれば、そのまんま伝わるわけですもんね。自分を通さないというか、うん、っていうことなのかなっていう、うん、まさにそうですね、って理解しますね。深いかな、すごいこの話は。いや本当にそれ素晴らしい、素晴らしい話、本当にまさに僕はそういうふうに生きてきた蓮見先生の教えで、あんまり自分のものをしようと思ってないんだな。だからダメかもしれないけど、そう、得たものって消化しよう、自分でね、よく消化しようとするじゃないですか。そうすると出てきたものって全然違うもの、教わったものと違うものになっちゃうっていう、多々あると思うんですよ。道場でも俺がなんか何か教えようとするときはダメなんだね。でも蓮見先生思い出してやるとうまくいくんだね。そう、蓮見先生の雰囲気でこうやって、あれだと、任すと。そう。先生の。そうですね。これ難しい話だね。自分が理解したと思ったら、やっぱりもうそれは別なものかもしれないし。いやー、いい話やめてました。いやー、いい話ですよ。というか。みんな多分、海外の人たちも、どん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 こう、ディスカッションできますよね。菅先生から。教わった。これは、菅先生から。だからもう、菅先生と本当にいつかね、話したいんですよね。ですね、ぜひ機会を作っていただけると、会いたがってると。ノート取ります。なんか人生のね、なんかそういうヒントもすごい含まれているというか、武道に限らずに、人生のヒントがなんかそういうところにね、含まれていますね。ライフの教えだね。空間のお話でしていただけますか？空間わかんないけど、空間のエピソード。空間、空間というか、その蓮見先生って絵を描きます。ページとかに自分で字とかをたまに足すとき、ありますよね。ありますね、ありますね。結構見てますよね。ずっと見てましたね。あれ不思議だと思いません？全部広げないんですよね。そう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 。広げながら描いていくんです。そうそうそう。で、全部広げてピタッと合うんですよ。そこの空間に字が。前もってどんな掛け軸かも知らないのに、広げながら字を書いていって。不思議ですよね。あれもやっぱりだからその、一つの空間なんだなと思うんですけれども、どこにどういうふうに書くとか、全く多分決めてないのかな。決めてないです。決めてないです。僕よく見てたね、ずっとね。で、たまにね、失敗って、失敗はここですよね。肯定観念だと思うんで。先生が例えばね、短いと思って、もうバーって書いて、すごい長いんです。おって先生、おって食べて、もう、でもそれで書いた字に、
合わせた絵をパッて描くとね、またすごい収まる。その空間を逆にね、うん、これ長い描き字だと思って、はい、でかい字をバンバンバンってグッてもうないんだ。うまくこうやって小さい字をブワーって入れて、また すごいね、こう、うん、まとまるんだね、こうやって。すごく芸術的になるんですよ。だ先生はね、その失敗はないんだよね。失敗を成功にしちゃうんだよね。そう。失敗が終わらない。そう、終わんない終わんない。だそれ面白いんだね。たまにはもうぴったりに合う時もあるし、合わなくても全然平気だよ。また別の、乾いたりして、絵を足すとか、字をまた足すとか。それ、で、これもそうなんですよ。この霞はね。俺この木を買って、俺ずっと持ってた、自分の家で。で、俺霞を描こうと思った、自分で。だけど、このほら、模様があるんだね、木に。ああ、いますね。で、すごい気にしてた。どうしようかな、どうしようかな。多分半年、1年ぐらい。迷ってたよね、でもまあいいよ、もう分かんないんだよ。じゃあ蓮見先生に持っていこうかなと思って、じゃあ先生これどうですか、何か書いていただけますかって言ったら、おおどうぞどうぞ、ちょっともう考えずにこれ書いてね、見てこれかっこいいでしょ、白竜あそこにこう飛んで、飛んできて、こう飛んでるように見えますし、かすみやで、ね、武人とかで、もう まとまってるでしょ、まとまってますね、めっちゃ気に入ってますよ先生。かっこいいですね。全然こう、おおどうぞポール、じゃスポン終わった。もう俺1年間悩んでたのにね、こっちやるか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 、 OK ボンボン、一瞬ですか、一瞬でもう、やっぱりこう失敗で、武道もですね、失敗で終わんない。そう、終わんない終わんない、まだかかんなかったなと思っても、とりあえずそう、ね、もうまた次倒してもらって、倒れていただいて、ね、ちょっといろいろやって、次の次っていう教えあったんですよね。ネクスト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 、失敗をさせない、まあ、あとは失敗で終わらせない、例えば手裏剣打てって言われて、私が手裏剣を外しちゃった、刺さらなかった、そこで終わらせないんですよね、絶対に手裏剣は刺さらなくていいんだぞと言ってくれるし、その後でどうするかだって、そんなことを言ってくれますので、まず端を欠かせない、そうですね、やっぱり先生は自分のコンパッションというかね、コンパッションって分かるかな、コンパッション、コンパッション、コンパッション、自信、ああ自信、慈愛とか、まあ、自分の弟子を本当に慈しむ、自分の弟子の人生が良くなるように、本当に先生はそういうふうにこう考えてると俺はもうね、よりいい方にね、そうほんのちょっとでもこういい方に向けてくれたら、あと自分で歩けよって言っていただければ、自信持っていい方に歩いていけるなと、本当に優しい先生、まあもちろん怖い、痛い、ですだけどちゃんと教えてる、みんなが成功できるように言ってるね。僕も同じこと何回かあったんですよね、やっぱ失敗、ああ俺ダメだと思って、でそういう風にフォローして、次こういうことできますよみたいなこと、まあある時期はね、もうダメってずっと言ってたけどねでも、それも良かった。だから多分自信満々に見えてる時はダメって言われる。そう自信、そう自信がある時は先生は自信がない。わかる、違う自信。コンパッションは厳しくなっちゃうよね。突き上がると先生も。そっか、あ、なるほどね、自信をなくすんですよ、ね、そう自信を消しちゃうんですよね、そうまあ、いろんな、経験あったね、先生とね、志村田大好きだ、先生、なんかもう、属性から一周回ってまた属性にいらっしゃる、おー、一周回ったってですね一度、骸骨、ね、ざらしの骸骨の絵を描いてて、でまあ、女性とかが周りにいて、そしたらこう周りにこう白いものをこう吐き出して、これあの男の女の人はやだーみたいになるじゃないですか、でそうなったところで、真言立川流はこうだからな、突然言われて、真言立川流、あの密教ですね、でまあ、たまたまその時やっぱりそういう本を読んでた時なんで、あーと思って、で、ま、周りの人もこうそういう話だからと思って気を抜いて笑ってたところで、やっぱり急にそういう例えばこう他のものと結びつくとびっくりするじゃないですか、気を抜いて笑えないっていう怖さはなんかちょっと一つのおまじないであったりとか、そういうふうなものなんだよっていうのを突然話されるんですよ、完全に気を抜いてると、あ、生と死みたいな状況ってことですよね、その辺ね、確かにその辺ね、やっぱりその辺面白いな、面白いなっていうか、気を抜いてる時に
吐き抜いちゃダメだなって思いますよ。あのね、これまた面白い話で、同じようなちょっとあのあるでしょうね、エロいというかね、先生がね、大きな書き写しにね、女の人、裸の女を描いたりして、で、あのこっち陰部のところにね、赤い筆を取って花びら描いたんだ。で、みんなうわーってなってるやつね。で、そこからこうやってピュッピュッピュッってこうなんか出てる感じよね。オーマイガー。で、先生がこうおしっこしてる、こう女の子を描いてんだみたいに。で、うわーってみんな超笑ってて、そこから先生がね、ちゃんとした花を描いてた。描いて。だから見れないように、わかるかな。どちらにも撮れるようです。そうそうそう。最初みんなはもろで、なんてすっげーしゃ、なんだ、なんじゃこれ。だけど最後には。ちゃんと鼻に刺して見えないようにしてるよ。で、あの時は本当に、ね、あのパフォーマンスだった、絶対。だって今まではそれ普通はこうやって鼻をこうやって描くでしょ、だからみんなわかるじゃん、もう逆に描いたから、あのまあを撮ってたよ、こうやって見て、でみんなの反応を見て、でそこからこっちにあの葉っぱをつけて、葉っぱみんな、あれじゃあ花じゃんみたいな。ライブですよね。そうそうそう、もう完成までのね。ライブのアートだったね。あら、本当に見事なアートだね。俺もハマってたら、先生こんな激しい絵は初めてだなとか思いながら。ああ、珍しいなみたいなぐらいの。そうそうそう。結構そこで空間が一回緩んで、と思ったところで、あ、違かったんだってね。ちょっとこう、場の空間を取り込んでしまうというか。あのやっぱりこの先生が入ってきたりしても、やっぱりその空気感って全く変わるので、多分そういうあの道場全体がやっぱり初見先生のこの空気感なんだなっていうのを、そういうのがあると、だからこちらが気を抜いて笑うも、ああダメだ、こんなんじゃダメだっていうのも全部そのコントロールされてるんですかね、空間が。すごいよね、コントロール。なるほど、空気感を時々ね、わざとなのか何なのか、そこを知ることってありますよね。先生はね、もうでもすごいよね、もう本当にみんなを、ね、コントロールしたりして、こうやって A でも、一つの A でもね。同じように昔ね、女性を俺のために描いたんですよ。結局すごい汚い女性になったね。めちゃくちゃ汚いね。最後になんか菩薩かなんかで、ね、おっぱいに、描いたんだね。ポール、これ大切だ。これは、ね、あの命、これ命。みんながただの裸の女性だと思ったけど、実はこれ命だ。だってみんなほら、おっぱいからね、吸って命をこう繋げたから、そういう意味で俺描いてるよみたいな感じで、すいませんみたいに言って、ただの裸きつい女性だと思ったんですけどね、やっぱこういう深い教えがあったみたいな。カメラを撮影もしていただいてたんですけど、やっぱりあの初見先生をカメラで撮るって、あの私の先生とかもずっと撮ってるんですけど、結局その動きが全くわからない、こっちに来るだろうなと思って追うと消えちゃう、追い切れない。そうなんですよ。そうです。結局こう近くで追おうとすると、すごい体勢でここ撮らなきゃいけなかったり、あとあの望遠レンズで初見先生を撮ろうと思ったら、シャッターの瞬間にふっといなくなっちゃったり。察してるんですか、なんかその姿勢というか、その日本に来て、まあ、5年経ってかな、で僕カメラもともと好きなんで、大きなキャノンとかレンズが、で先生写真撮っていいんですか、あの時期は写真は撮っちゃダメだ、先生俺写真撮りたいんです、大丈夫ですか、はい、まあしょうがない、じゃあポール OK で、自分のいいキャノンのレンズ持って、これフィルムの時代だな、フィルムの時代だよ、OK、高いよフィルムね、こうやって構えて、いいなと思った瞬間にもうパツッと、もうシャッターを切る瞬間に先生がプッていつも動いたよ。必ず動いたよね。わざとだよ。わざと俺を撮らせない。俺が動くとね、またこあっち行って、また撮ろうするときに。もう例えばこうやってわざと撮ってね、俺こうやるね。で、こうやる。連動がわかんないじゃん。全然わかんない。決めた後とかで。そうそう、決めた後。だから何が起こったかわかんなかった。ずっと。だから先生の背中の写真は、いっぱいある。感じた部分はない。いつも僕に言ってた、ポール、このキャメラはね、スナイパー、銃だと思って、ちゃんとどっから狙われたかを、これを感じなきゃいけないんだ、キャメラだろうが。だからもう何年間かもう俺もずっとフィルムをダメにしてた。高いよね。高いですね。フィルムを取って出して、で、また戻ってきた。全部ダメだ。全部ダメ。これなんか何年間か続いたよ。全然取れなかったね。わざと取らせなかったと思うんだ。
で、なんか何年後か、あの教科もらってこう取るようになったけどね、あとから先生は優しくなったね、なんか取らせたね、あの、あんだ取らせてんじゃん、俺に取らせなかったんだ、ずっとピュッてピュッて、ずっと先生の背中ばっかりで、パーンみたいな結局あの、動きに決めがないんですよね、うん、全然わかんない、あの倒して、うん、ハイポーズっていう斬新がなくて、ない、ない、ない、だから倒した後も、うん、投げた後も、うん、ついてくるんです、だから投げられてこう受け身を取って顔を上げたら、うん、初見先生の足がここにあると常に繋がってるわけですね、もう動いてる次なんですよ、ピッピッって決めて、うん、かっこいいだろうっていうポーズがないから、ない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 、常に動き続けて次次次次、ね、そう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 、だから取りにくいんだね本当に初見先生、え、それポーズ取ってたのっていうのは、その技を研究しようと思って取ってたんですか、そうですね、あ、多分そっちの目的の人が多いですね、まあ結局多分そうだと思います、うん、分かんないから、見ても分かんないから、まあ、そうそう動画、まあ、写真とか撮って、うん、そう、いろんなことやったね、あの GoPro を自分の頭につけて先生にあのアタックしてさ、手でつまんなかった俺これ見て次のフレームは天井だから、ね、分かんないんだよね、まあ、いろんなの研究したけどね、でも結局ね、これで見てこれでこう感じて、それが一番だったんですね、しかなかった、うん、あ、感じないといけないってことですね、確かに、で先生いつも言ってたね、このカムラはね、うん、目1個しかないからさ、うん、こっちで2つの目で自分の目であの見て感じてこうあのやればいいんだね、うん、だから、まあ、その通りだったすごいお金出したけどね、フィルムとかね、うん、レンズとかいっぱい、じゃあこのレンズだったらも撮れるかなと思ってまた高いレンズ買って、うん、でも同じだ、うん、こっちの方がカメラよりも性能がいいのか、そうそう、これが性能いいよ、うん、そういうことですねなんかちょっと初見先生のね話とかも、うん、私もほらあまり頻繁にこうお会いしていつもついてるわけではないんですけれども、やっぱりこう初見先生っていうのが、うん、ずっとあのご自身じゃなくて高松先生はこうだったとか、うんうんうん、高松先生はこうされてたってずっと語ってらしたので、やっぱり今こうやって初見先生自身が次の世代もってこう言われだした時に、うんうん、じゃあどうするかって言ったら、今度我々は、うん、あ、これは私じゃなくて菅先生がよく言ってたんですけど、うんうんうん、自分たちの初見先生を、うん、初見先生が高松先生を語ってたように、うんうんうん、初見先生というものをやっぱりもっとこう出して、うんうん、でいろいろ語っていかなきゃいけないじゃないかって、うんうん、だから本当はね、私の知ってる初見先生なんて全体の一部かもしれないんですけど、うんうんうん、それでもね、大きい絵のちょっとこう、いやでも、まあ、初見先生はみんな一人一人にこう種を植えてたんですよね、平等に、うんうん、本当にそういう人なんですよ、だからいろんな人、一、うん、回でも先生と会った人も話したよね、うん、どうでしたみたいな、ね、先生本当にそういうポツポツの種を植えてたんだ、しっかりと、うん、そういう話を聞くとなんか嬉しいし、うんうん、面白いし、ためにもなるし、うん、みんな同じ人間だからね、うん、同じね悩みでもあるしね、うん、そういうためになる話は、うん、すごくいいなとかも、本当にありがとう、いろいろシェアしてくれて、こちらこそありがとうございます、本当にあのすごく勉強になりました、はい、あ、 ありがとう、本当に楽しかったです、ね、フランスでいろんな話をしてくれて、うん、ありがとうございました、はい、またぜひいろいろ他の話なんかも、あ、ぜひぜひ、はい、ぜひ、はい、ぜひ、ね、はい、はい、じゃあ皆さん、また次回みんなで集まってあの語りましょう、みんなもう初見先生のエピソードがあったらぜひくすみに来てみんなにシェアしてください、ポールチャンネルにはスーパーサンクス機能がついています、そうです、このチャンネルが面白かった、楽しかった、少し感動したら寄付できます、ぜひともこのチャンネルのスポンサーになってください、僕たちも嬉しいです、はい。